西田里作6月6日から1967年3月6日は日本の教育者、郷土史や行政官、岡崎市戦災復興史の責任編3者として岡崎の郷土史に多大な功績を残した愛知県碧海軍矢萩村に生まれる。1907年3月愛知第二市範学校卒業。同年4月、 北海軍狩谷町の狩谷第一尋常小学校に、不任。いくつかの小学校勤務を経た後、大正期に、南下田郡と千田郡の私学を歴任。1923年、岡崎市投尋上小学校長に就任。1924年、岡崎市梅園尋上高等小学校長に就任。梅園小校長時代、 学校自治会を中心とした自治訓練や年来の主張であった公民化特設に積極的に取り組む。また、売園青年訓練所支持職卓として青年教育にも力を尽くした。1933年4月、名古屋市南久屋神城小学校長を最後に退職。教師在職時は教育に関わる書物を多く表した。 それから後は1945年7月末まで名古屋市役所に奉職した。1942年には昭和区長に就任している。青年教育により文部大臣表彰を受賞し、戦時貯蓄功労により大倉大臣表彰を受賞した。1949年6月27日、岡崎市が全国の戦災復興モデル都市に指定されると、 市の戦災復興事業関係者の間で戦災と戦後復興史士の編算の話が持ち上がる。同年7月、市より岡崎市戦災復興史の責任編算者に移植される。石田は5年の歳月をかけ、1200ページに及ぶ詳細な記録書を完成させた。1957年、岡崎読書会の結成に尽力。 1961年4月、旧岡崎市氏続編の編纂を移植され、資料収集に努力するも1967年3月6日に死去。80歳没。石田の死から10年後の1977年4月1日より、新編岡崎市編纂事業が開始される。1979年8月20日。 石田が1949年から10年がかりで編集した岡崎市の戦前市政編400字詰め原稿用紙6000枚の遺構が遺族によって岡崎市に届けられた。幻の原稿として伝えられた石田の遺構は新編岡崎市全20巻の資料として活かされた。ありがとうございます。